株式会社 IHI は東京都江東区と洲に本社を置く重工業を主体とする日本の製造会社。三菱重工業、川崎重工業と共に三大重工業の一角を成している。かつての称号は石川島張間重工業株式会社だったが2007年7月1日をもって従来略称として用いてきた IHI を正式社名に変更した。 幕末以来160年を超える歴史があり、重機などの重工業において、日本を代表する企業の一つである。東京駅丸の内駅舎の鉄骨の建造、長野治による、日本初のターボジェットエンジン開発、日本国内最大の、大型海水炭水化装置建設、東京湾、アクアライン工事用シールドクシン機能入、明石海峡大橋の計算やタワーの建設などに、 関わってきた。同社のトップは、政財界でも様々な活動を行っている。最近では、伊藤元次が、日本経済団体連合会の、表議委員会副議長を務めていた。1980年代に、中曽根康弘首相が進めた、行政改革においては、その基本方針をまとめた第二次、臨時行政調査会の会長を同社出身の度高、年をが務め、 その主要政策として実行された日本電信電話公社の民営化では、新藤久氏が同公社の最後の総裁、及び日本電信電話の初代社長として、その意向を実現させた。また、稲葉工作は1993年から2001年に、日本商工会議所の回答であった。元来独立系の企業だが、土孔敏夫が、三井グループの東京芝浦電機の再建に関わって、 以来東芝と密接な関係にあるため、三井グループを構成する2機会、三井行債研究所、砂町三井クラブ及び月曜会に加盟している。一方、旧石川島重工業と旧第一銀行とのつながりからメインバンクは水穂銀行であり、IHI は第一関銀グループにも属している。2012年10月からコーポレートメッセージを リアライズイはドリームスとした。主力工場は次の通り。詳細は、同社ウェブサイト製品案内を参照。ジェットエンジン航空の分野において、IHI は、ジェットエンジン製造を専業とし、初の国産ターボジェットエンジン、ネ20は、同社の製品である。国内における、ジェットエンジンのシェアは60%を超え、トップである。 国産ライセンス生産宇宙宇宙事業は100%個会社の IHI Aerospace がその多くを担っている。船舶、海洋事業については2002年に分社化した IH、I マリンユナイテッド、2013年からはイヒムがユニバーサル造船と合併したジャパンマリンユナイテッドに移行した。商船、海洋製品鑑定戦前の日本海軍からの受注は 小型艦が主だっていたが、当時先進的な上陸船能力を備えていた、日本陸軍の船舶部隊より、特殊船と少数大型揚陸艦を受注しており、主力船2隻を建造している。戦後は、輸出向けに建造されたことはないため、納入先は、海上自衛隊のみである。東京石川島造船所、張馬造船所、石川島張馬重工業艦校長1二千七年に行った。 会社名変更に合わせ、子会社も従来の石川島から IHI に名称を改めて来ている。また、本店住所、出資比率も合わせて記載する。現在過去。ありがとうございます。